いいと申しししまますよろしくお願いいたします今日は5月に訪れる嬉しいことということで占っていきたいと思います。紫のお花黄色のお花赤のお花選んでいただいたでしょうか占っていきたいと思います。 駅とは何かお話しします中国5,000年の歴史儒教の教殿から作られた駅こちら「県移転こちらですね「経県 ケンダリシンソンカンゴンコンからなりますすごく難しいのでそれを現代風に分かりやすく説明するのがこのタロットカードなんです 紫の花を選んでいただいた方からリーディングしていいいきたいと思います5月に訪れる嬉しいこととして占っていきたいと思いますまず前半はこちら「三択損」自分の持ち物を一つ減らして「 相手にそれを一つ増やすという形ですね。損して得取れ。ボランティア精神。人のために何かをするということですね。出費が多くてちょっと貯蓄を減らすかもしれません。日に、 ご用事、まやけどとかですね、そういうことを気をつけてください。これ前半です。次こちら。肝炎水。頭を痛める問題が多くなります。ミス、失敗することが多い、苦しい状況ですね。 自分を見失わないようにしてください特に体調ですね体調管理に気を,気を配ってくださいでこれ総合運です三風孔 まあちょっとこれ食べ物が腐ってますけどね。内部に問題が発生したり、マンネリ化、物事が渋滞します。まあ新しいことに挑戦して改革をすると、して改革を行って腐った状態を早く取り除けば大丈夫です。 まあ小さいことだと思って放っておくと大きな問題につながりますので気をつけてください。でまあ良くない性とのお付き合いは注意してください、まあ、腐れ縁とかですね エッキタロットだけだとちょっとわかりにくいし難しいのでアドバイスカードを引いております。こちら。交流さん。内部に目を向けましょう。自分の気持ちに意識を向けてください。自然と いい考えが出てきます。これはね身の回りを整えましょうということなので、部屋の片付けですね。化粧ポーチの中、中身を整えるのがポイントです。でこちらのねカードもねあのそういうこと言われてるんですよね内部を整えましょうで同じなんですよね。 こちらととこここちちらら言ってることが。でこちらは「所長しましょう」というカードなので自分の気持ちをはっきりさせる勇気と自信を持って願望の実現を追い求めるべきだと。 決して謝るようなことはないようにしてください安全で公平な環境を作りましょうということですまあ、周りを整えてくださいねって境界線を作ってくださいねというアドバイスですね でこちらのカードなんですけども、白いバラを持っております。白いバラって希望なんですねで。新たな始まりを示しております。あの、このね、苦しいことを乗り越えたらね、いいことが待ってますよというラッキーカードなんです、これ。であなたなら乗り越えられますし、 成長につながると思います。それを言ってると思うんですね、この選ばれたカード。上向いていきます、運勢は。はい。希望と新たな挑戦ですね。新たな始まりですから。 こちらも環境を整えましょうと言われているのでこっちも着実にこなしてくださいということなので5月は乗り越えられると思います紫のカードを選んでだいただ方ありがとうございました。はい チャンネル登録していただいたら嬉しいですありがとうございました黄色のお花を選んでいただいた方の5月に訪れる嬉しいことをご覧になっていきたいと思いますまず前半ですね「家天太夫」 女性にとっては、ね、すす。ごい吉な大吉なカードです人気がある、まあ。ちょっと人気がありすぎて三角関係とか、まあ、そういうトラブルに巻き込まれやすいかなと思います節度をね持つことが大切ですね前半は。 でも何事もすごくうまくいきます。後半。天地碑です。ちょっとこれはね物事がうまくいかないです。孤立するところがあります。時を待つしかないですね。出費も多くて。あの 厳しい状態ですねまあ時間通り過ぎるのを待つということですね。で総合運なんですが「まあ、解決しますね」っていうカードで「来水回 問題があったことは解決していきます。でうまくいっていることが白紙になったりしますのでまあのは問題があったことはいいように展開していきますがうまくいっていたことが急にちょっとダメになったりっていうことが あるかもしれません、まあ、エキタロットだけならちょっと難しいのでこちらのアドバイスカードを引いておりますこちら天竜さん伸びやかな成長 勉強や資格取得ダイエットなど新しいことを始めるには今が一番ですま,まずねチャレンジしてみましょうまあ今コロナ禍なのでなかなかねチャレンジって言ってもできにくいですけどねリモートという形もありますからね 安全な方形でね、始めていただいたらなと思います。これリカバリー、ー回復ですね、体力の回復。うん、このカードはね、もう体力の回復。 が完了するかそういうふうに向かっているということですね困難な感情はね薄らいでいきます心の方もそうですね体の方も回復していきますということですで最後のねこの選ばれたカードなんですけども こちらはね友情とか愛情とかこのね死活とこの女の子信頼関係で結ばれてるんですねだから友情とかねまあ家族との絆とかねそういうことが感じられるこの5月じゃないかなと家族との愛情関係とか 恋人との愛情関係とかでこの女の子すごい知恵があるんですね賢い方ですそういう人間関係の豊かな関係ですかそれがわかる5月だと思います まあ、こちらもね「解決していきますよ」っていうカードなのでこの5月はすごくいいですね精神的な面と体力的な面の回復と新たなチャレンジですからすごいいいですねいいカードばっかり出てますので。 5月に訪れる嬉しいこと、いっぱいありそうですね。黄色の花を選んでいただいた方のリーディングは以上となります。もしよければチャンネル登録していただいたら嬉しいです。ありがとうございました。 駅とは何かお話しします中国5000年の歴史儒教の教殿から作られた駅こちら権威天こちらですね権 てんだりしんそんかんごんこんからなりますすごく難しいのでそれを現代風に分かりやすく説明するのがこのタロットカードなんです 赤のお花を選んでいただいた方の5月に訪れ嬉しいこととして占っていきたいと思いますまず前半です来地よ人は喜び希望が湧くとき嬉しいことがあるんですね準備することが大切ですってちょっと慌てます、慌ててますね準備できてなかったので 新規のことは発展します。新しいことは発展していきます。音と関係することです。音楽関係、音楽を聞いてリラックスするとか、音楽関係のお仕事されてるのかな、カッタもおられるのかなと思います。 やっぱり大切なのは新規の計画を実行に移して基地なのでお仕事面でそういう計画を立てられてもいいのかなと思いますね。それで今これはモテます男女ともにモテるカードです。 前半はこうでした。次後半天んたくりビクビクしたりね危険な目に遭う不安がある時です。計画は慎重に行いましょう。あの異性を求める気持ちが高ぶるので女性はねそういうエネルギーが強くなりますので。 男性に歩礼を礼儀をね尽くせば目をかけてもらいますので礼儀を尽くしておけばうまくいきます。まあ皆さんされてると思いますけどねより一層礼儀を尽くされたらうまくいきますということです。 総合運です。水天寿。待つことがね大切です。願望が叶います。人間関係もね最初は問題があると思いますけども、だんだん良くなっていきます。やっぱりこの人と同じ礼儀を尽くすということですよね。だんだん良くなっていく。 やっぱり待つことが大切ですね。実力を養ってね。その時が来るのを待ってください。やっぱり待つことが大切です。で、この飲食のカードもありますので。あの。ご飯を食べてリラックスとか。お家で家族とご飯を食べるとか。 まあ、飲食関係の方もあると思いますそういうカードですので、まあ、お客さんを待つとかね今ちょっとそういうことも厳しい状態ですけども待つことで願いが叶うと言われております、えー、タロットカードだけだったらちょっと分かりにくいのでアドバイスカードを引いております 法隆さんまずは「チャレンジ」まあ、初心に帰れば大丈夫チャレンジしないなら周囲の人のチャレンジしている人に力を貸しましょうというカードですねチャレンジしようと思ってなかなかかね。 できまませんけどね、ね。勇気がいりますし、ね、でもこっちも豊かなカードなんですけどもこっちのアドバイスカードもすごく豊かなカードでこれお金の豊かでもありますし心が豊かでもありますので活力とか健康がねみなぎる時 DI もすごく豊かになります。 こちらのカードもねそういう気持ちが高ぶると言ってますのでね同じですね幸せですよね恋愛でこういう豊かな気持ちになれたらでねこちらのね選んでいただいたカードもこのフクロウさんがお母様で。 こちらが子供なんですね。守っています。でこの象さんも夜ずっと歩いているんですけども星を巻き上げて歩いていくんですね。だから保護されているとか守られているというカードなんです。だからまああのご先祖様に守られているとかあのあ見えない力っていうんですかそういう。 ものに守られているカードなんですね。まあ子供さんだったらお母様お父様とかね。袋は知恵なんで賢いんですよね。あなたは守られていますので安心してくださいということを言ってきていますので。まあ五月はすごい幸せですよね。恋愛とかそういう精神面でも豊かになって。守られていると言われてますので。 ラッキーな5月になりそうですね。すごいですね。待ち遠しいですね。赤のお花を選んでいただいた方のリーディングは以上となります。もしよかったらチャンネル登録をお願いしたいです。ありがとうございました。